はい、どうもー。はい、どうもー。水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日を頑張っていきましょうと、ね。頑張っていきましょう。はい、今日はね、カレーが来ています。やばいでしょ。いや、わかんないけど、ロブスターです。エビフライの一番大きいものを作ろう。うん。できんの？いや、わかんないけど。それわかんない。いるけど、呼んではいるけど。うん。できるかどうかわかんないのをやるのかなって YouTuber じゃないの。いや、まあそうなんだけどさ。そのテクニック的なとこで。あ、それはできないよ。あと俺、エビアレルギー。エビアレルギー。手順的にはどうすんの？まずこれを、うん、そのエビフライの形にして、で、その後に、で、これを、でか、あ、それで、全然一緒に。いいよ。なんか、クジラみたい。でも、驚いたのはさ、やっぱさ、揚げたらさ、ここ赤くなってさ、あ、そうね、美味しそうに見えるようになったの。そうね。申し訳ないけど、俺、エビフライ自体は好きなんだけど、うん、本当にアレルギーだから、うん、食えるよ。中がどうなのかっていう。この辺は全部衣だから試しにさ、なんで箸2つあんの？いや、食うでしょってことで食えねえソースの味にしようダメだよなんでソースの味だよ聞いてないじゃんうまっ嘘もうでもうん一口で半分食えちゃってるから、うん、そんなでかくないからっていうあれはある味はエビフライうん、そうだへぇうん、そういや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 他のやつ食うじゃああ、今二人いいんだよねうんちょっとずつ一人ずつ感想言って岸田はいエビどう思う僕、エビ嫌いです佐々木、嘘だろ、お前はいや、エビ苦手なんでな、その長さ的には同じぐらいだけど太さは同じぐらい長さは同じぐらいだった実際ねはい以上今日の水溜りボンドは、ロブスターで巨大エビフライを作ってみました、はい、聞こえはね、うん、巨大そうなんだけど、うん、まあでも登場はでかかったもんね登場はすごいボーンってやつだけど、うん、全然大きくなかったねいやだからただでも美味しかったすごく美味しかったね、うん、よかったよかった今日は水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。どう？モモンガみたいになってるじゃん。おお。ちょっと待って、本当に。寒くない？